ちは、こんばんは。今日も本音で聖書塾聖女四郎シリーズをご視聴くださりありがとうございます。本日は聖女の中の細具について学ぶ前に、外庭にある細具旋盤について学んでいきたいと思います。はい、前回は聖女の構造と材材について学びましたが、はい、聖女には広い外庭と呼ばれる場所と、まあ、テントのような建物の部分があって、はい、さらにその建物の中には2つの部屋があるというお話でしたね。そうですね、はい、2つの部屋のうち、手前の部屋がですね、第一の部屋とか、うん、会見の幕屋とか呼ばれていて、さらに奥の部屋がですね、至聖所と呼ばれていましたね。はい、そして外庭に犠牲の動物を捧げる祭壇というものが置いてあって、そこで犠牲をほふる材祭の儀式を行うというお話もしましたね。はい、その祭壇で犠牲の動物の脂肪を焼いて神様にお捧げするということでしたね。はい、そうですね、はい、そして材祭の時に、祭司がですね、この犠牲の動物の肉片を食べることによって神様から清いものとみなされることで、イスラエルの民一人一人の罪を背負える状態になったというお話をしましたね。はい、さらに祭司はこの個人個人の罪をさも自分が犯した罪のように背負って、それを神様の御前に持って行き、悔い改めの取りなしをするために聖女の第一の部屋の中に入っていったわけですね。うん、これによって罪人の罪はその本人から聖女の第一の部屋に移されて、罪人本人にはその罪の責任が問われないことになりましたね。はい、このような材祭の儀式を、当時のイスラエルの人たちと毎日行っていて、うん、祭司もその度ごとにたくさんの人たちのために罪の取りなしの働きに追われていたんですね。はい、このように祭司が毎日聖女で働くことを日ごとの奉仕と言いますね。はい、実は祭司のですね、この日ごとの奉仕は先ほどの材祭以外にも燔祭という儀式やその他の儀式、うん、また聖女の中でなすべき働きがいろいろとありましたが、財祭の時と同様にですね、そのような他の働きに携わる時にも祭司はやはり神様から清いものとみなされる必要がありました。はい、前回の学びでは祭司は財祭の働きに入る前に、うん、意図聖なるものと呼ばれた犠牲の動物の肉片を食べることで、うん、神様から清いものとみなされるのではないかという、お話でしたね。はい、僕個人としては聖句からそのように理解してますね。しかし材祭以外の日ごとの奉仕の際は祭司が他の誰かの罪を背負う必要がなかったので、材祭の時と同じように肉片を食べるという方法では清いものとみなされることは求められませんでした。そうなんですね。はい、それでは日ごとの奉仕の時は他のどのような方法で清いものとみなされたんですか？はい、実はそれがですね、外庭にある旋盤による身の清めでした。聖女の旋盤には水が入っていまして、祭司が外庭の祭壇に近づいたり、また、聖女の中に入っていったりする時には必ずこの旋盤で身を清めてから、日ごとの奉仕に携わらなければならなかったんですね。うん、この旋盤についての規定がありますので、出エジプト記30章の18節から21節まで読んでいただけますか。あなたはまた洗うために旋盤とその台を青銅で作り、それを会見の幕屋と祭壇との間に置いて、その中に水を入れ、アロンとその子たちはそれで手と足とを洗わなければならない。彼らは会見の幕屋に入るとき、水で洗って死なないようにしなければならない。また
祭壇に近づいてその務めをなし、火祭を主に捧げる時にもそうしなければならない。すなわちその手その足を洗って死なないようにしなければならない。これは彼とその子孫の世々にわたる永久の定めでなければならない。はい、この規定を守らなければ死んでしまったんですね。そうですね。ちなみにこの聖女に関する数々の規定のことをですね、霊典律と言いますが、はいはい、これに関してもいろいろと重要な学びがありますので、またいつかお話ししたいと思います。はい、さて話を旋盤に戻しますが、前回の学びで外庭の祭壇がキリストの十字架の犠牲のお働きで、はい、聖女は大祭司キリストの取りなしのお働きを表していたということを学びましたね。はい、それらのお働きをするためにキリストは人の子としてお生まれになって、大工の息子として過ごされた後にバプテスマを受けられて伝道のお働きに入られましたね。はい、その時のことがマタイ3章の16節に書いてありますね。ちょっと読んでもらえますか。イエスはバプテスマを受けるとすぐ水から上がられた。すると見よ、天が開け、神の御霊が鳩のように自分の上に下ってくるのをご覧になった。はい、クリスチャンではない視聴者の方のために、聖句の冒頭で出てきたこのバプテスマ、あ、はいはい、とはどういうものかちょっと説明していただけますか。そうですね、はい、バプテスマっていうのはこれ洗礼とも呼ばれたりしますよね。はい、イエス・キリストを自分の個人的救い主として信じて受け入れて、はい、今後の人生を神に仕え神と共に歩みたいと決意した人がそのことを公に宣言することですよね。はい、具体的にどのような儀式かと言いますと、水の中に一度この沈められてですね、はい、またすぐにこの底から引き上げられるという形でなされます。キリストが伝道者となられたことを交渉外に入られたと言いますが、キリストもこの交渉外に入られる前に、水で沈めのバプテスマを受けられましたね。はい、その時鳩のように天から神の霊である聖霊が下ってこられたと、先ほど記されてありますね。はい、つまりキリストはカルバリーの十字架に向かって交渉外に入られる前に聖霊によって性別されるという油注がれた経験をされたんですね。聖霊によって性別される油注がれたとは、これ聖霊によって清められ、働きに立つ者として神様から承認を受けたっていうふうに理解すればいいですかね。あ、そうですね。イエス様は子供の頃からいつも父なる神様の御心をお求めになられて、罪を選ばれず、聖霊の力によって清い状態を維持しておられたと思うんですけれども、はい、そのようなイエス様でもバプテスマの必要があったのかなって考えるときに、私たちにこのように行いなさいという、模範も同時にお示しになったのかなっていうふうに思うんですけども。そうですよね。はい、キリストが私たちの模範としてこのバプテスマを受けられたという、このキリストのお姿を見るときにですね、私たちもこのへりくだった精神ですかね、はい、これを模範とする必要性を感じますよね。はい、さらに罪が全くないお方が、これからカルバリの十字架という犠牲の祭壇に近づかれる、いわばこの交渉外に入られる前にバプテスマを受けられて清めの模範を示されたわけですから、はい、罪人である祭司もですね、外庭の祭壇に近寄る前に旋盤で身を清める経験が必要であったということは、当然のことであるように思いますよね。そしてさらにですね、はい、キリストは十字架で死なれ、犠牲のこのお働きを終えられた後、よみがえって天に帰られましたよね。はい、そのあたりのことがルカによる福音書の24章45節から
51節に書いてありますので読んでいただけますか。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いて言われた。こう記してある。キリストは苦しみを受けて3日目に死人の中からよみがえる。そしてその名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって諸々の国民に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人である。見よ、私の父が約束されたものをあなた方に送る。だから上から力を授けられるまではあなた方は都にとどまっていなさい。それからイエスは彼らをベタニアの近くまで連れて行き、手を挙げて彼らを祝福された。祝福しておられるうちに彼らを離れて天に上げられた。はい、ありがとうございます。ここに3日目に死人の中からよみがえるとありますが、これがキリストの復活ですよね。はい。そしてこの復活を可能としたのもキリストのバプテスマの時に鳩の形をして下ってこられた同じ聖霊なんですね。はい。そしてキリストはこの聖霊による復活の後、はい、彼らを離れて天に上げられたとあるように昇天されて、天の聖女に入られ、うん、ここから次の中保者としてのお働きを開始されましたね。はい。このように聖霊はですね、キリストが何か次の重要なお働きに進まれる前にいつもキリストの備えとなっておられるのが分かりますね。うん、そうですね。これはですね、旋盤がちょうど祭壇とそして、次の働きの聖女の間に置いてあって、祭司が祭壇に向かう時にもまた聖女に入る時にも必ずこの旋盤で身を清めてからでなければならなかったという、まあ、この旋盤の置いてある位置関係から見てもですね、それが理解できるのではないかと思いますね。なるほど。先ほど旋盤には水が溜めてあるということでしたが、よく聖書で水はこう聖霊を象徴してるって言われますよね。はい。つまり旋盤は聖霊によって清められる、あるいは清められなさいという、ことについて教えていたんですね。はい、僕はそのように理解していますよね。そしてさらに私たちクリスチャンにとってもまさに旋盤の経験はバプテスマを意味するものだと考えられます。はい。実際バプテスマは水にジャポンと入って 2,3 秒したらまた起き上がってきますが、はい、本来これは水に入るときに今までの罪深い人生を捨てる、いわば古き人に死ぬという意味がありますね。そしてさらに起き上がってくるときにクリスチャンとして神と共に新しい人生を歩む、いわば新しい人として復活するということを象徴していると考えられます。はい。しかし私もかつてはそうだったんですが、多くの方々がですね、バプテスマというものはクリスチャンや教会員になるための、単なる儀式だと認識してしまっているという事実があるのではないかなと思います。そうですね。はい。私も中学生の時にバプテスマを受けましたが、ここまでバプテスマが厳粛な意味を含んでいるとは当時認識もしてませんでしたし、はい、またそのような説明もありませんでしたね。本来ならば信仰告白の前にキリストと個人的な出会いを経験して、私にはイエス様が必要で今の自分から生まれ変わりたいですっていう心からの思いがなければならなかったのかなと考えさせられましたね。はい。そうですね。もちろんバプテスマの前に全てが出来上がっていなければならないっていう意味では全然ないんですけどね。そうですよね。はい。信仰告白もですね、それに至るまでの経緯が本当に大切なんですよね。ここでローマ人への手紙の6章の11節を読んでいただけますか。このようにあなた方自身も罪に対して死んだものであり、キリストイエスにあって神に生きているものであることを認むべきである。はい、ありがとうございます。ここにもですね、罪に対して死んだもの、また神に生きているものという表現がありますよね。はい。
これらの聖句を読んだ時に聖霊によって罪に死ぬ経験、うん、これがバプテスマの水の中に入ることを表していて、はい、さらに神と共に生きる新しい人生に復活する経験、これが水の中からこう起き上がることを表しているんですね。うん、まあ、でも実際私たちクリスチャンは、まあ、これからは神様と共に歩むんだという決意や深い、まあ、改心のもとに、まあ、悔い改めですかね、うん、そういう気持ちのもとにバプテスマを受けたとしても、まあ、その後全く罪を犯すことがなく、まあ、清く正しく歩めるかといえば、まあ、誰しもが残念ながらそうではないと思うんですね。そうですね、はい。まあ、でもたとえそうであったとしてもバプテスマの時の古き自分に死ぬという思いやこの告白を思い返して、うん、まあ、常に自分の心の中を探って日々古き自分、まあ、神様の御心に沿わない思いに死ぬ経験というのがまあ求められているのかなっていうふうにはちょっとお話聞いて思ったんですけども。そうですね、はい。まあ、でもこの死ぬっていうことも自分では死ねないですし、はい、まあ、これにも聖霊に助けていただくことが求められているのかなっていうふうに思います。はい、沈めのバプテスマは大体の方が人生に一度だと思いますけれども、うん、そうですね、はい、まあ、聖霊によって日々死ぬバプテスマはこれは一生続いていくんですよね。はい、そうですね、うん、まあ、そういえばこの外庭にある旋盤もまた祭壇もですね、これ青銅という金属でできてるんですよね。はい、実は当時のイスラエルの女性たちはこの青銅を磨いて鏡として用いていたんですね。うーん、モーセが聖女の祭具を作る際にですね、はい、女性たちはその材料として自らの鏡を喜んで捧げたんですね。うん、なんだかその青銅で作られた鏡と、まあ、先ほどの、まあ、心を探るということとなんかつながる感じがありますね。そうですね、うん、まあ、この現状をありのまま映す鏡を見て、うん、私たち自分の汚れを知ってそれを認めて初めて、うん、まあ、神様に清めていただきたいっていう、まあ、願望が切実に湧き上がりますし、はい、まあ、そのように心から求める人は聖霊によって清めの工程へと導かれていくっていう約束も聖書にはたくさんありますよね。そうですね、キリストの十字架の犠牲の生涯、はい、また復活後に天の聖所に入られたということはですね、祭司が祭壇に近づくときに、旋盤で身を清め、またさらに聖所に入るときにも旋盤で身を清めたことと同じ教訓だと理解できますね。うん、さらにこれらは私たちクリスチャンライフの始めであるバプテスマの経験と、それに続く清めの経験、これもまた聖所の祭具旋盤へと目を向けさせるのではないでしょうか。はい、このような清めを経験しながら私たちは神の御座に少しずつ近づいていく、うん、これがまさにクリスチャンライフではないかと思います。うん、最後にヘブル人への手紙10章の22節を読んでいただけますか。心はすすがれて良心の咎めを去り、体は清い水で洗われ、真心を持って信仰の確信に満たされつつ御前に近づこうではないか。はい、ありがとうございました。清い水で洗われる経験、これは一度で終わらず現在進行形で続いているということになりますね。はい、まあ、イエス様ご自身が全てにおいて聖霊をお求めになって、うん、まあ、聖霊に満たされて何事をも行ったということがとても印象的でした。そうですね、はい、まあ、何よりもまず私たちは神の霊によって整えられる必要性と、うん、まあ、その体験に預かりながらですね、ながらですね、はい、クリスチャンとしての一歩を踏み出し、まあ、継続すべきっていうことなんですね。はい、まあ、これが今日の話のポイントにもなるでしょうか。そうですね、はい、はい、はい、本日は外庭の祭具である旋盤に焦点を当てて学びました。はい、
次回は第一の部屋にある細工についてお届けする予定です、はい、今日も最後までご視聴くださりありがとうございました。ぜひ次回もお聞きください。それではさようなら。さようなら。